有壁駅は宮城県栗原市関内有壁上原線にある東日本旅客鉄道東北本線の駅である短式ホーム2面2線を持つ地上駅である元は2面3線で抽選が撤去された互いのホームは古線橋で連絡している一ノ関駅管理の無人駅乗車駅証明書発行機設置。元は開業以来の木造の大きな駅舎を持っていたが 1998年にコンパクトなものに建て替えられた。なお、清水原駅、湯島駅ほか、大船渡線の各無人駅も同時期に同様な設計の小さな駅舎に建て替えられている。無人化後も臨時で行っていた駅員を派遣しての出発業務は、1990年代には取りやめになり、旧駅舎の出発口も板打ちされた。荒壁は、 旧欧州道中の宿場町だったが、現在は王子の賑わいはない。しかし、遠京年間の建築である旧有壁市下本陣の建物等から忍ぶことはできる。駅は旧街道から川を渡った対岸にある。バス停留場の名称は有壁駅前である。両隣の清水源駅と一ノ関駅は共に岩手県に所在する。石越一ノ関間では、 宮城岩手宮城岩手と3回県境を超える。このような例は全国でも珍しく、他に横浜線、武蔵野線があるのみであるが該当した。ありがとうございます。